こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では秋冬の靴下選びについてお話をしてみたいと思っています。皆さんも結構ですね、靴下選びって苦労されてるのかなと思っています。というのも靴下って売り場に行くとめちゃくちゃたくさん並んでますよね。その中からどれを選べばいいのかってなかなか分かりづらいかなと思います。ただ春夏に関しては結構シンプルで分かりやすいかなと思うんですよね。まあ僕も動画の中で何度かお伝えしてるんですが、ユニクロのベリーショートソックス、こちらを履いておけばまず間違いがないかなと思っています。春夏特に5月以降というのはかなり気温も上がるので、なるべく靴下は涼しい方がいいかなと思っているので、ベリーショートソックス、これがあれば間違いがないかなと思っています。この靴下はですね、もうずいぶん前からトレンドになって今はですね定番化していますね。さすがにピークは超えたかなと思うんですが、今履いていても全く問題ない靴下なので、春夏に関してはこのベリーショートソックス一択で間違いがないかなと思っています。問題はですね、秋冬なんですね。まあ秋冬にですねベリーショートソックスだとさすがに寒いので、ある程度長さがあるものが必要になるかなと思うんですけども、その靴下を何を選べばいいのかわからない、こういう男性は多いのかなと思っています。特に最近のボトムスってくぐ丈ぐらいのものが多いかなと思うんですね。まあ、ユニクロのスマートアンクルパンツと呼ばれるものが代表的なんですが、こういったボトムスを履くとちょうどボトムスと靴の間に空間ができるんですね。その空間に春夏であれば肌が露出する形になって抜け感みたいなものが表現できるんですが、秋冬に関してはその空間に靴下が覗くわけですね。ですのでこの靴下選びというのが結構重要になるので、ぜひ今回の動画を参考にしていただきたいなと思っています。今回はですね、秋冬の靴下を3つご紹介したいなと思うんですが、僕たちにとって一番身近なユニクロの中から選んできましたので、ぜひ皆さんもですね参考にしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それでは早速具体的な靴下をご紹介していきたいなと思うんですが、その前にですね注意すべき点をいくつかお伝えしたいなと思うんですね。ユニクロの靴下ってさまざまな長さがあるんですね。まあ一番短いものだと先ほどお伝えしたようなベリーショートソックスというものがあって、あとはくるぶし丈ぐらいの定番的な靴下がありますね。そしてハーフソックスと呼ばれるようなくるぶし丈よりはもう少し長いんだけども、くぶ丈パンツなんか履いてるとギリギリ素肌が見えてしまうような靴下、こういったものもあるんですね。そしてもう一つは、まあ、通常丈の靴下ですね。これはだいたいですね太ももの中間ぐらいまで来るような長さになっているのかなと思います。この4つの中で NG のものというのが2つあるんですね。それはくるぶし丈のソックスとハーフソックスと呼ばれるものですね。このような丈の靴下というのは結構中途半端で、くぶ丈のパンツを履くと靴下と素肌両方とも見えてしまうので、あまりバランスが良くないんですね。靴下というのは隠すんだったら徹底的に隠した方がいいんですね。そういう場合はベリーショートソックスを履いた方がいいですし、見せるのであれば確実にすねが見えないように長さがあった方がバランスがいいかなと思っています。その点ですね、今日ご紹介するソックスというのはどれも秋冬用なので、ある程度長さがあるものですね。ふくらはぎの中間ぐらいまで来るような長さのものをお勧めしてますので、この部分はまず最初に理解をしておいていただきたいなと思っています。それを踏まえた上でまず1点目ご紹介したいのはこちらのソックスですね。こちらはですねユニクロの50色ソックスというシリーズがあるんですが、そちらの中から様々なカラー展開がある中で僕はですねネイビーを選びました。なかなかこの状態では見えづらいかなと思うので、ちょっとアップでお見せしたいなと思うんですが、まあ、50色ソックスというのはユニクロの定番で、まあ、かなりのカラーバリエーションがあるんですね。この売り場の前に立つと本当にですねどれを選んでいいかわからなくなるんですが、今回はですねユニクロの靴下の売り場にしばらく滞在をしまして、ずっと目で追っていったんですね。50色ソックスの中でどれが使いやすいかなって考えた時に、まず一番鉄板なのは濃い色のソックスかなと思ったんですね。皆さんもですね一番無難な靴下としてブラックの靴下はお持ちなのかなと思っています。ブラックであれば正直ですねどんな着こなしであってもそんなに失敗はすることはないかなと思うんですね。その点ブラックの靴下は安心感があるかなと思うんですが、一方でデメリットがあって、どうしても単調に見えてしまったり手抜き感みたいなものが出てしまうんですね。そのデメリットというところをある程度加味しながら僕が選んだのはこちらのネイビー色の
靴下になります。どうして僕はこの靴下を選んだのかというと、まずはブラックに近いようなネイビーというところでいろんな着こなしに馴染みやすいんですよね。その点はブラックの靴下の利点というところと非常に近いところがあるのかなと思っています。ただネイビーということで少し明るさが出るのと、これはですね、表面の色の感じがすごく綺麗なんですね。ネイビーとブルーとあとはブラックなのかな、少しですね色の混じり気みたいなものが感じられるんですね。ですので平坦に見えずに奥行きみたいなものが感じられるので、結構ですね高級感みたいなものが漂うのかなと思っています。価格はですねこれで290円っていうのはかなり驚きかなと思っています。誰でもおすすめできる、まず最初の一足としてはこちらの50色ソックスのネイビーをおすすめしたいなと思っています。こちらの靴下はどんな着こなしにも結構馴染みやすいんですが、今回はですねブラックジーンズにネイビーのスニーカーを合わせた着こなしの中にこちらの靴下を履いてみました。このような靴下の合わせ方なんですけども、基本的にはですねボトムスか靴と少し色をですねリンクさせてあげるといいかなと思っています。まあ、その点今回はブラックジーンズにネイビーのシューズなので両方の色をつなぐという役割をしてくれるので非常に馴染みがいいのかなというふうに思っています。僕は今回ネイビーのシューズを合わせていますが、ブラックのシューズに合わせてあげても結構ブラックとネイビーの相性というのはいいので非常にバランスがいいのかなと思っています。あまり靴下で主張を作りたくない場合にはこのような無地系のソックスがめちゃくちゃ活躍するかなと思うので、ぜひ皆さんもですね活用していただきたいなというふうに思っています。はい、続いてですね2点目にご紹介したい靴下はこちらになりますね。まあ、レギュラーソックスというものなんですけども、こちらはボーダー柄になっていますね。色はですねブラックとグレーのボーダーになってるんですけども、このようなボーダー柄の靴下って僕は大好きで結構私物で所有をしてるんですね。こういうものというのは先ほどの無地に比べると少しアクセント的な要素を取り入れるのに適しているものなのかなと思っています。まあ、無地も確かにいいんですが、それだけだとちょっと靴下が覗いた時に退屈な感じがしてしまうので、僕はこのようなボーダーを使うようにしています。ただボーダーというのもこのピッチの広さによって全然見え方が変わってくるんですね。もっと大胆に開いたものだとカジュアルになりますし、このように細かいものであれば結構きれいめに見えたりするので、ボーダー柄の中でも比較的使いやすいのかなと思っています。僕はですねこれと似たようなものをユナイテッドアローズで購入してるんですけども、そちらはですね1500円ぐらいするんですが、ユニクロのこちらのソックスは390円とかなりお手頃なんですが、見栄えはですねほとんど変わらないんですね。ですので見つけた瞬間はこれはコスパがいいなというふうに思いました。まあ、正確に言うとユナイテッドアローズにはネイビーのものがあるので僕はそれを愛用してるんですけども、それと並行しながらこちらのブラックの方も使っていきたいなというふうに思っています。ちょっと靴下でアクセントを作りたいなという方にはまずは気軽に試しやすい靴下なのかなと思っています。まあ、このようなボーダー柄の靴下はどのような着こなしにも結構合わせやすいんですが、僕は今回ですねグレー系のデニムに対して白のレザースニーカーを合わせるという着こなしの中にこのボーダーの靴下を取り入れてみました。今回はボトムスがグレー系なので、このようなブラック×グレーのですねボーダーの靴下との相性がめちゃくちゃいいかなと思います。でシューズに関してもホワイトなので、ボトムスから靴にかけて柔らかにですねグラデーションができるように構成をしています。このように靴だとかボトムスと靴下をリンクさせると非常に収まりがいいかなと思うんですが、ぜひ皆さんもですねこのような着こなしというのを参考にしていただければなと思っています。今回僕はですねグレー系のデニムに合わせていますが、普通のブルージーンズにも合いますし、ブラックジーンズにもこのようなボーダー柄は合いますので、ぜひ様々な着こなしをお試しいただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目にご紹介したいのはこちらですね。白のですねレギュラーソックスになります。これを見た瞬間ですね、それ大丈夫なのとか、なんかそれダサくないと思った方も中にはいらっしゃるかなと思っています。まあ、僕たちの世代からするとこのような白のソックスってなんか制服の靴下みたいというイメージを持つ方も多いですし、なんかダサい象徴と思っている方もですね未だに多いアイテムなのかなと思っています。僕自身もですねそのイメージってなかなか抜けなくて、この白系のソックスというのは何度かトライしたんですけども、なかなか定着しなかったんですね。ですが3年ぐらい前から少しずつ目を慣らしていって、去年ぐらいからガンガンにこの白ソックスを履いています。というのもこの白ソックスというのは今一番旬なソックスと言えるのかなと思っています。
結構ですね、街で見かけるおしゃれな方だとかセレクトショップの店員さんとかは白ソックスを履いている確率が高いんですね。まあ、このようなアイテムというのは正統派のアイテムというよりはちょっとですね、ダサかっこいい要素があるようなアイテムなんですね。レトロでクラシックな雰囲気もありつつ、着こなしの中でですね、差し色的な雰囲気で使うこともできるので、意外と使い勝手がいいかなと思っています。ただ最初は当初の僕のようにですね、なかなか目が慣れないかなと思うので、しばらくですね、テスト期間が必要なのかなと思うんですが、まず最初に買うのであればこのようなユニクロの白ソックスが間違いがないかなと思っています。ただこのような白ソックスといってもですね、ユニクロにはたくさんのバリエーションがあるんですね。その中でどれを選べばいいのかなかなか分かりづらいかなと思うんですが、ポイントはですね、このリブの太さなんですね。まあ、先ほどご紹介した50色ソックスというのは結構リブが細かくて上品な雰囲気になってるんですが、こういった白ソックスに関しては少しリブが太いものを選んだ方がおしゃれには見えやすいかなと思っています。適当に選んだわけではなくて、あえてこの白ソックスを履いてるんだよというようなカジュアル感を出してあげた方がバランスがいいかなと思っています。僕はですね、こちらのですね、レギュラーソックスのスーピマコットンバージョンを履いてるんですけども、これはやはりですね、肌触りもすごく良くて履き心地が抜群にいいんですね。実際撮影している今もこちらを履いてるんですけども、こういうものを買ってぜひですね、皆さんも着こなしの中に取り入れていただきたいなと思っています。僕はですね、このソックスはモノトーンでコーディネートをしたいなと思っていまして、今回はボトムスはですね、スラックス系を選んで、靴に関してはブラックのエアマックス97を選びました。まあ、靴に関してもブラックがメインになってるんですけども、ソールがホワイトになっていますね。その着こなしに対してこの白ソックスというのは結構相性が良くて、普段から僕はよくやっているスタイルになります。小綺麗なスタイルに対してこのカジュアル感あふれるですね、白ソックスが結構バランスよくはまるので、ぜひ皆さんにもこのような着こなし試していただきたいなと思っています。まあ、スラックスにももちろん合うんですが、結構ブルージーンズに対してローファーを合わせるようなスタイルなんかにも相性が良かったりするので、上級編ではありますが、こういった着こなしもぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では秋冬に活躍する靴下をユニクロの中から3つご紹介をさせていただきました。改めて復習をしますと、まず1つ目は50色ソックスの中からネイビーを選んでみました。これはですね、黒に近いもので比較的どんなスタイルにも似合いやすいんですが、ネイビーのムラ感がですね、非常に綺麗なので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。そして2足目は少しアクセント要素を取り入れたいということで、ボーダー柄を選んでみました。ボーダー柄の中でもですね、比較的ピッチが細かいものを選べば、いろんな方にもですね、トライをしやすいのかなと思っています。そして3足目にご紹介したのは白ソックスになりますね。これが今一番ですね、トレンド的な要素の強い靴下なので、まずはですね、目を慣らすためにユニクロで買って、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、本当にですね、ユニクロにはたくさんの靴下があるんですが、その中から厳選するとこの3つはですね、まず間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんには参考にしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。